こんにちは、ご契約者石倉由伸です。この間ね、こいつの造形くんの、レビューやったんですが、造形くんです。これを置いてったらさ、そんなに水がいっぱいいるってわけじゃないですね。つるちょうちんげね。すごい。まあこいつをね、もう少しテラリウムチックな感じの一つの作品にしようかなと。で、まあここにね、普通の苔を植え込んでもまあいいかなと思ったんですが、ちょっと今回はこのね、苔テラリウム作るにあたって今までやってきた。ウェレル君の合作としてね、新たにちょっとやってみたいなと思います。ここに新しくするんじゃなくて、今まで作ってこいつなんですね、カッチャー君。あーいいね、いい。おー、落ちない。本当に落ちない。じゃあこれいいね。これはいいですよ。これウェレル刺し目きます。楽、砂より楽、全然楽。かわいい。これ王将くん、こいつ意外と気に入ってんだよ。この王将くんね。で、道草の石倉さんとかね、ここに後ろに貼ってとかしてるんで、ちょっとそれをね、一回チャレンジしてみようと思います。それがね、もうこういう形になってるわけじゃないですか。ほら、だいぶくっついてんのこれ。本当にだい、まあ、簡単に言うとね、もうこれをね、あれですよ、インですよ。インちょっと待って、ね、どう雰囲気出てる。あ、もうこれだけで雰囲気出ちゃってるもんね。ちょっと自分で見ていいですか。あ、やべ、怒っちゃった。ちょっとお直しくんしないと。ガチャくんは加工がつくまでは結構あれですね、水分補給ですね。こういうふうに寝かして作っても造形くんが全然ノーダメージってすごいね。うわ、素晴らしい。多分これコケテラリウムの作り方としては間違って横にしちゃってるから間違ってんのに、こういうことです。ここにちょっとね、ちょっとだけ植えていこうかなと思ってます。待って、合作だから、そうそう、こういうことですよ。あー、なるほどね。これね、合作くん難しいわ。頭の中では出来上がってたんだけどな。こういう感じかな。ね。これでだから、こういう。こうやってさ。どうですか、こんな感じ。最後面白くで、であれですよ、ね、ちょいちょい作ってる、これ用のもう前もって作って、これで完成。
まあ、あと手前とかにねちょっとね植えようと思ったんですよ本当はね。でもあまりにもこの星のね存在感がありすぎるので、変に植えちゃうとただモスがモスモスしてる感じなだけになっちゃうんで。結構怖いよ。それぞれ使ってみてどうですか。3つ合わせて、全てに可能性を感じた。置いてしまったパターンにはなりましたが、初めから本当に後ろに貼るとか、ウエレル君の形をあの星じゃなくてもっと違うものにするとかっていうだけで全然違うのかなっていう。でもこれはこれで、あら可愛いじゃない。あ、これいいんじゃないですかね。だからまあいろんなね楽しみ方があると思うんで、造形君だけで楽しむとか、本当にウエレル君だけとか、あと造形君か、ガッチャ君覚えろって。一つだけずつでも楽しいかなっていうのもありますね。こういうアイテムを使うとしたら多少のイメージはしといた方がいいかもしれない僕もイメージしたんだけどね。いやでもこれはこれで可愛いと思います。というわけでこの3品合同合作テラリウムでした。それじゃあまた。